大樹町の皆さん、こんにちは。ホルタンとナミです。今日はですね、法要のお料理を全種類ご紹介します。当店には3種類の、お料理がありまして、まずはお持ち帰りができるようなお料理からご紹介しま す, です、ね、こちら極みという3段のお料理ですね。なんかいろんなものがこうこの中から選べたりとか、あと下段とかはこんな感じで通常のセットから変更することもできたりするお料理になります。あとこっちに行くと白百合、木蓮、コスモス、リンド、こちらは、ここに書いてあるんですけど、全部持ち帰りが可能なお料理で、例えばまあその場で会食をしたりだとか、お寺で会食をするという場合にもお使いいただけるお料理です。で下に行くと、一部は会場で一部は、持ち帰りというような形のお料理になっていて、こういう箱のお料理プラスで、お刺身だったり茶蒸しだったり、あとは鍋料理がこの5種類の中から選べるような形になっていま す, です、ね、もう一つがこんな感じで全部、当店の器を使っているお料理になります。でこの下の方とかも、さっきと同じようにお鍋が選べるようになっております。で他にも、もしお客様の中に子供さんがいらっしゃって、子供さんも来るという場合になったら、こんな感じで4種類うちの方には、お料理があります。お子様消防車、お子様新幹線、お子様弁当、お子様午前と4種類あるんですけれども、今特にご注文いただいているのはこの新幹線というお料理ですね。一応こちらは、もう全部持ち帰りもできるし、この新幹線の容器なので子供さんがすごく喜ぶのではないかなと思います。はい、ということで今ちょっとざっとご紹介したんですけれども、もしこれからちょっと法要の予定があったりだとか、お料理ちょっと悩んでてとかっていう方もしいらっしゃいましたら、一度ご相談いただければと思います。一応こちらですね、こちらのパンフレットはお店にもあるんですけれども、また同じ内容のものを、当店のホームページから見ることができるので、よかったらそちらからももしよかったら見てみてはいかがでしょうか。はい、ということで今日は、法要のお料理のご紹介でした。今日の動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録もよかったらお願いいたします。